転換はいつもこうね、自分が安定してるっていう。で、ここ行っちゃうと来ちゃうから、こう気にしない転換。自分の姿勢が優先だよね。自分の姿勢が優先。そしてこう、じゃあやりましょう。こういう古い人とやると、こう自分の手をより、彼はよりどころにして、僕の手をよりどころにして反撃してくるの。だからグッて出していけば彼は来るの。だからここはよりどころしないようになってるのね。で安定してるってこと。だからここは気にしないの。これ気にしてたらやられちゃうんだよ。こう古い人にやられちゃうんだよ。ああやられちゃう。これよりどころになっちゃった。彼のよりどころになっちゃったの。もうありがとうになっちゃったの。だからやられちゃうの。次の瞬間やられて、やろうと思った瞬間には来てんの。もうだから、いや気にしないの。こうやって気にしないの。それが大事なのね。大事だと思ってんの。だからよりどころ作らない。相手の存在を、自分の存在を相手に分からせないっていうのが一つの仕事だから、それを知らねえよ。それで上とか下やってんの。ここよりどころ、相手のよりどころにこうやって出ていっちゃったら、もう彼は受け身の役目だから受け身取ってくれるけど、本当はやられちゃってんの。自分がね、やられちゃってんの。だから知らねえよってやって、そして上から下落としてんの。知らねえよってのは、自分の存在わからねえよって、相手はわからねえよっていう形にしときたいわけよ。相手こうやってやったら、こう来て終わっちゃってるんだよね。で彼は受け身の立場だから、こうやって持ってやらないで持っててくれてる。そういうだけだからね。それだけだから。だからこう来た時に、で上下、そういう感じね。それで上と下やってるのね。上こう来た時にいないの。自分の気配を消すってこと、目的だから。じゃあやりましょう。どうぞ上で。彼の方が強いんだよ。俺の方が弱いんだよ。あっという風に思ってんの。だから来た時に、僕はここの感覚をなくして彼をやっつけたいんでしょ。いや、感覚があったらやられちゃうんだ、来ちゃうんだから。だからここの感覚はなくしたいの。彼気づかないようにしたいの。ステルスってあるよね。レーダーのストレス、あ、ステルスか。見えないようにしたいの。彼は感づかれないの。感づかれない。いつの間にか入っちゃったの。そしてこういうふうに、いつの間にかやっつけてるの。そういうふうにやりたいのよ。じゃないとやられちゃうんだから。こうやって存在が分かってたらやられちゃうんだから。彼の方が強いんだもん。強いんだもん。筋肉強いし。で、強いと思ってるから、みんなね、みんな強いと思って合気道やってんじゃない。合気道やってるから強いんだと思ってるんだからな、分かんないけど。だから強くないの。本当は弱いの。弱くてこういうふうに入ってそれでよ、彼が感づかないところにうまく入ってるの。全部そう。感づいてないんだよね。感づかれたらやられちゃうんだよ。だから感づかないようにするのが、まず優先順位の第一番。感づかないよと。そのうちに後ろに入っちゃってもらっちゃったの。そういうふうにやりたいの。感づけて、あ、いや、持って、グッて、競い合いじゃないんだから。競い合いじゃない。こう競い合ったら彼のが多分強いんだよ。うわーって言ったら負けちゃうんだよ。だから感づかないように、ほら、あ、いいよ、いいよ。こうやって競い合うんじゃなくて、こうやって競い、後ろもらってんの。そして自分がまっすぐで、全然いいよ、あ、いいよ、起きて、その味をこうやって、全然だから優先順位を間違えないで、優先順位は強さの競いじゃないっていうことね。強さを競ってんじゃない。俺は弱いんだよって、弱いからこういいところ持って感づかれないようにするっていうのが仕事で、形がいろいろあるの。形、入り身だ、潮投げと、こう、潮投げね、こう潮投げ、こう後ろ入って、こうね、後ろ、ここ感づいてたら、俺やられちゃうんだから、こっちの手で。だから、感づかれないように、
ほら、いつの間にか、いつの間にか四角でこの腰回してきても、この手で妨害して、そうそう、妨害して、この手でね、妨害して、そうするとここに入ってきた。そういう風にやりたいんでしょ？やりたいんだから、こうやって入って、ほら、ほら、こうやって、四角に入ってんの。だから、缶疲れてなんか、缶付きやったらダメ。缶疲れないのが仕事だって思って、自由に動いて、こう、ね、自由に動いて。じゃあ塩投げで形使ってやります。稽古だからね、あの彼は受け身の役目で僕は鳥の役目だから、こうやってギューって例えば毎日こうやってあ切りてえなと彼は思ったとしても持っててくれてんの、持っててくれ。でも実際にこうやってこう来ちゃって勝手に動けば彼は外すのも自由だから、ボカって外してボカってこう来ちゃうのね。だからこの手は外せないようにしておきたいわけ。握ったら離せないようにしたいの。こうやって離したらいいよ、離したらボカってきちゃうよって、そういう風にやってんの。だから常にこのなんていうのかな、勝手にやってないの。勝手にやって離されちゃったらやられちゃうんだから、俺やられちゃうんだよ。だから離せないようにやってんの。で離せないようにやって、かつなんていうの、存在を消して、自分の存在を消して、でいいところもらってたらもらって、で離したら来ちゃうよって、で離しただから離せないよって、こう離せる持ってる、それでこういうふうに上から下ので、離してもいいの、離しても離したら来ちゃうよって、そういう形だから ずっと離せないの。そうこうやって重心落とされちゃったので、そういうふうにやりたいのよ。そうやりたいのだから難しいのよ。で受け身の役目だからね、一生懸命持ってんの、こうやって一生懸命で離れちゃうなと思っても持ってんの、こうやって持ってんの、持ってるだけだから、それただ実際には離して離れたらやっちゃうんだよ。そういう気持ちで、俺は弱いんだから分からないようにこうやってやってんの。そういう話ね、そういうことをやっぱりなんていうのかな、よく分かってないと、持っててくれると思ってはダメよ、こうやってそれ強引なことやったら、持っててくれるんだよ。彼は受け身の立場だから持っててくれてるだけだからね。それで稽古、じゃあこうやって入って、いやそうそうで、こう入り身投げってのはね、入り身投げは後ろに入って、そしてこう自分がまっすぐで後ろに入って、相手の後ろ通り越して、相手のこっちから入るんじゃなくて、これ手が嫌だからね、これ手が嫌だから、この相手の後ろこういうに通り越してる、そして後ろもらっちゃったので、僕は何でもできるよって、で彼は何もできないよって状態にしといて、まっすぐ上正中線、それで下に落とした、それだけね。だから入り身だけっていうのはそういう形、後ろ入って、後ろ これ詰めていっちゃうと、ほら詰めていっちゃうとこっちの手が自由だからパカッてしちゃうのね。だから出しておへそ向こう向けたい、そうすると手この手使えないので、後ろもらったのね、そして上から下、そういう形ね。でこれ入り身投げで、下落としてもいいよ、下どっちでもいいよ、割ってきて下落としてもいい、自分のいるとこ落としてきたらリカバリーを利用して、こう彼のリカバリーを利用して、こういう形ね。じゃあ入り投げの形でやりましょう。今後ろ取ったの、後ろで彼勝手に倒れたっていうふうにやりたいの。待て、僕は何もしてないんだけど彼が勝手に倒れちゃったっていうふうにやりたいので、彼をこう崩して、崩れないんだよ、強いから、すごい強いの。で彼は勝手にこう繋がってっから、ほら何もしてないよ、俺何もしてないよ、でも彼勝手に倒れちゃったんだよって、そういうふうにやりたいのよね。でそのためにはこういう先輩、大先輩いるんだけど、こう行ったらやられちゃうんだよ、こうやって触った瞬間やられてるの、もう終わってんの。ってことは僕が礼してここに入ってきた時と、ここ正面礼したけど、それと同じようにもう始まってんの、これで始まってんの。礼してこうやってあげたらもう始まってんの。で俺は勝ってるよって、そういうふうにやりたいので、彼が近づいてきたら、ああ近づいてきたんですかって転換やったの、転換で彼関係ないの、自分の姿勢とかなんていうの、こう来たからこう転換したんじゃないの。
彼が近づいてきたからしょうがなくて通り道開けたの。通り道開けたの。彼の通り道。彼がこっち来たいんですかってほら、それだけしかやってないんだから。入ってきた時にね、そのか、やらせてないんだよ。まあそういう話な。通り道開けて、でいなくなって、いなくなったらほらリカバリしてくるから自然と倒れてきた。そういう感じ。だから通り道開ける。入ってきた時と同じ。だからここで競わない。ここでやらない。ここでお互いに やり続けないっていうから、ここじゃなくても入ってきた時に全体のその生活の中でやってんだよね。生活の中で離れてんだよね。それから近づいてきた、ああ来た、だからこうやってやったの、通り道開けたの。だから その場でこう合気道だなって、こう合気道の道場だけでパッてやってんじゃないんだから、全体でやってんだから、全体で、ああ嫌だったらこう、そうか下げるとかさ、そういう話だよ。なんだ、まあそういう話ね。それで今は入り身投げ、こっち後ろこっちから取ったの、こういうふうに。それで今度は一挙の形ね、一挙の形はこっちから取るの、こっちから。でもこの手やだよ、この手、ボカッて膝、パーッていったら来ちゃうの。だからここ詰めていったらやられちゃうの。だから出して、そしてこういうふうに場所を奪うっていう形で表に入ってる。でここで競わない、でこう出してる、そういう形ね。さっきは入り身投げだから裏入った、今度は前から裏入った、こうやって持ってきてね、こう詰めていってないの、詰めていってないの、やられちゃうから、こういうふうに出してる。そして裏に入って、ボカ。それと同じ。こう詰めていったらやられちゃう。この手が来るんだから。やられちゃうんでしょ。だからこの手を出して、ほら。そしたらこの手来るよ。来るけどテンションがここかかってんの。テンション。こうね。これを、こういう力で、彼は逃げ場作ってる。自分が逃げ場作ってるから、彼は後ろ下がって、逃げちゃう。だから、このテンションは上。向こう行くのは自分の腰の力、こうテンションは上、真上、テンションは真上、あごめんね、テンションは真上、そこ出してテンションは真上、そして腰の力は向こう、腰の力はこっち、テンションだから手の力と腰の、なんかテンションと力と混同しないで、こういったらほら向こうに逃げちゃうな。テンションは上なんだから、テンションは近づいてきたから、テンションね、こうほらで、こっち行くのはこのテンション上にかかってんだけど、こっち行くのはこうこっちからこう入った、それだけで、移動するのはなんだろう、場所を取るのはって手力で取らないように、この力ね、で出した上、テンションで、この手やだからテンション、そうするとこの手効かなくなる、それで上に出すの、ね、上に出しておへその力、こうそういう形ね。難しいけどね、すごく難しいの、一挙っていろんなやり方あるし、じゃあそれ練習してみようか。じゃあ一挙でやりましょう。こうやって出ていけばか、ブレーキってかな、止めて、これ力抜いてさ、ボカってこれこっちの手使おうと思えばほら来ちゃうんだよね。だから必ずこうだから、こう当て身とか当て身でこの手を伸ばしてくる、こういうテンションがこうかかってる、こういうふうにほらテンションじゃないと、こういったらありがとうできちゃうんだよ。だから必ずこういうのが入って、当て身が当てますよ、その代わりテンションはこっちですよっていうふうになってるのね。だからそういう形があるので、こういうふうにだから加速してんの、彼が取りに来てるのを加速してんの、だから上がってんの。
そういうふうに思ってないと、これをこう本当にやられちゃうんだよね。まあそういう話だからね、難しいの。だから難しいか、たくさん稽古しろって言ってんだけど、まあそういう話だから、こうやって見入れた時にテンションをかけて、それでテンションそのままで、まあ、ちょっと待って、テンション上上上、そしてこの手を止める、そうそう、それで場所をもらうっていう形ね。そういう形が大事だと思います。ね、こうそのためにこれがあるってことね。でこれ当たんなくたっていいの、彼を止めるためだから、これ以上来ないでねって。でその代わりテンション出すよって、そういう形で当たんなくてもいいの。当ててそれで終わっちゃえば、それで当ててそれで終わっちゃえばいいよ。こうやってこうやってでもいいんだけど、そういう稽古方法だからね。じゃあこういうふうにやりましょうか。こういうふうに入ってきて、これは同じ、今こういうふうに、こういうふうにこういうふうに来て来たよね。でこれをまっすぐ上げるの。まっすぐ上げるときブレーキをかけない、ブレーキ向こうにはいかないから、こっちへ出してるの、こっちへ。で出す、おへそに。で場所を作って、彼の場所を作ってやると、だんだん出てくる。彼の場所を作ってこう、その時に自分の姿勢まっすぐね、もうじゃもうこうね、場所を作って、場所自分の姿勢まっすぐで、テンションはこっちね、こっち自分のへそ、そして場所を作る、そして出てくるって、そういう形。こう正中線でテンションを作って正中線で場所、テンションを作って正中線で場所、そうするとこういう形、頭下がって。でこれが出が足らないと頭下がらないから、あこういうやらちゃうよ。だからこういうふうにやって、場所つく、彼の場所がないと、居場所がないとすごく良くないの。だから彼の居場所を作るってのも仕事の一つ。こうやって居場所を作ってくれば、彼はそれで出ていくっていう形ね。じゃあまっすぐ下ろして、なるべくまっすぐ、それでなるべく姿勢がまっすぐ、なるべくですよ、 100% 無理なんだから。でそのために稽古してるんだから、なるべくまっすぐ、なるべく、あ、彼の場所を作ってやる、なるべくそういう、それから自分が安定してる、それから出ていくって。自分が傾いたまま出ていかない、安定したな、そしたら出ていこう、そういう感じね。じゃあやってみよう。今この手はさ、ここに来てんだよね、ここに。だからここの手は妨害してない、こうやって妨害していかない、こうやって妨害して、彼に手に逆らってない、彼取りに来てくれてんだから自分がどうぞあちらへどうぞと同じ、あちらへどうぞと、こうほら、あちらへどうぞ、あちらその時にこうなった、そしてこう持って出たの。これが三挙だから、あ、三挙じゃない、今のだからね。だから転換最初にやってるけど、みんな面白くないから転換適当にやってるけど、転換が一番大事なの。いなくなってあちらへどうぞ、彼のあちらにどうぞっていうのが大事なので、自分が安定してるってのが大事なので、それもこうっていなくなってあちらへどうぞなんだけど、安定しててこう、だから安定してるからこう出て、でこうやって安定してるからこのまま下がってきてさ、こうやってやってもいいよ、こうやって三挙ね、そういう話。安定してるってのが大事だからね。この手追っかけていったら、この手相手これやられちゃうんだから、追っかけていかないの、これ。来てくれてどうぞと、あちらどうぞ、ほらこういう形。それで今度こういうふうに回ってくると三挙の形になるの。三挙って一挙はこういう形、一挙はこういう形だよね。で三挙っていうのはこういう形、三挙っていうのは手がこういうふうになって、で相手の方に入ってくる、いててて、なったこういてて
こうってこうなってからいてててでこれ下げちゃう、こうやってとこうこうやってなっていてててってでこうギュってなって緩み取らせるでこれ肘右肘こうでこうよいしょこうね、うん、じゃあ三キやろう。三キはこうやってきてもう同じこうやってきてこうやって三キで三キこの扉この扉を向こうへ行くと自然とこういう風になっていててててってなっちゃう。この扉この扉ねこの扉正中線の扉正中線の扉をこういう風に返ってくるといてててってなってる。それいてててってなったらいてててってなったらやり続けるといてててですごく嫌な感じだからいてててになったらすぐ下ろすの。ちょっとこうなって頭の方を下ろすとで肩の口こうやってつけてこう持ってやってと三挙の形でどうでもいいですよ。こうやってしてもいい。こうやってさっきみたいにこういうふうに下げてそれから三挙持ち替えて入ってもいいし、それからこう持たれたらこう来てこちらから入ってきてもいい。それで三挙ね、三挙こういう形、それでいてドアをこういうふうに来るといてててになってるから、いてててになって落として、そしてこう、でこう、ね、こうね、持ち替えて、そしてこう、で胸につけて、じゃあ三挙、もっと自由に動くのね、こういうとこ痛いじゃない、痛い。これやるとこうやって痛いのね、から彼ね。だから仕事は自分が彼をやっつけることじゃなくて自分の姿勢を正す。難しいことやるときは必ずこういうふうになっちゃうから、こうやっつけていくと必ず前かがみになっちゃうから、こうならないように自分が姿勢をまっすぐ、そして姿勢がまっすぐで自分がまっすぐね、それが目的だから。これやってるこの相手をやっつけるのが目的じゃないの。自分が姿勢まっすぐにしてんの。それで離れたらこうやって離れちゃったら離れちゃってもいいの、別にこうやって持って、それで姿勢がまっすぐなことが大事。ここに集中してたら集中やられちゃうんだよね。だからこうやってやってで やばかったらあさよならねって、さよならでもいい、自由なの。そういうことの方が優先だからね、やっつけることが目的じゃないのみんなやっつける目的で合気道始めたんだと思うけど、自分が強くなりたくてね、僕なんかもそうだったんだけど、自分相手より自分の方が強いよっていやアピールしたいんだけど、アピールは外れたところにそのなんていうのかな、うまくできるのよ。こうやってやってたらやられちゃうんだから、だから自分が弱さを気づいて、あ弱さを気づいていなくなってさよならって、そう何強い人には関わらないとかね、それが大事なんだよね。で前にも話したけどさこうやってやっつけてさ警視総監賞もらって殺されちゃったら何にもなんないの。警視総監賞もらってもいいんだけど、それは完全にやっつけれるとき、やっつけれるときにやってんの。やっつけれなかったらさよならなんだよ。さよならで逃げてもいいの、別に。そういう自由、自分の自由だからね。まあそういう話。いいよ、これで。それでさよならしてもいいんだけど、こういう手だったらこういうふうに持ってこれるの。ね、こういうふうにほら、して、いてててってこういうふうに4キロ。でこういうの、あやさ、もう逃げてるね、うまく、逃げてる。したらこうやって、やった、逃げてるけどね。まあそういう、それで、まあ、どうしようかな。じゃあ、まあ、ちょっと、じゃあ、小手返しやってみようか。小手返し。ね。要は自分の自由だから。自由のために何やってもいいんだけど、何やってもいいんだけど、自分の自由、こういう足自由。足とか、とか姿勢が自由、その自由度の問題なの。こうやっていっちゃったら不自由だから、自分が
この相手に言って俺勝たなきゃいけないからこうやってほらやられちゃうんだよ。だやら勝たなくてもいいんだったら自由だよね。勝たなくてもいいんだもん別に。勝たなくてもいいんだもんさよなら。それでやばいって。もう そういう感じ。おです勝てたら勝てて後ろに完全に入れたらこうやってやってもいいよ。この時は自分が全然なんていうのかな自由なのこれもね自由。分かれてもいいし自由。まあそういうことで少し自由にやりましょう。どうぞ自由に今までのそういうなんていうのかな習ったここで習ったことでもいいし。いいや試して、ね、自由心置き自由ね。じゃあやってみましょう。やっぱり技に入らないで自分の自由とかねまっすぐだわまっすぐ自由足どこでも行ける後ろ前それで外れちゃうとやられちゃう。あこう正中線の方がいいとかそう自由に足どうでも足のことは考えなくていいんだけど自然とこういうふうに行くから自然と正中線でこういうふうに動いてんだけどそこを考えろって言ってんじゃなくて自由ってことを考えてんので自由ってことだと自由ってことだとこういうふうにこうねほら自由こう行ってもいいんだけど行き過ぎたらボカってやられちゃうのだから行き過ぎない位置でこういうふうにここ彼の場所を作ってあげてこう一挙ねそれから一応こういうふうに出てきたんだけどこう手が曲がってたらここ行くんじゃなくて二丁こうやってでこうやってでここ近づいたらボカってこれ来ちゃうね来ちゃうね来ちゃうから三丁避けて三丁こうねそしてあんまりまた近づいてきたらボカって来ちゃうこうやって来ちゃうねだからやばいから4挙ってこういう4挙でそういう連続でねやった方がいいかなと思うのねこの稽古は相手をやっつけるための稽古じゃなくて自分が安定してて自由に動けるっていう練習だからそういうふうに思ってないとできないの。これやっつけるためにやってないんだよこうやって自分が安定してんだよで来るんだよ来るんだからこうにそしたから二挙にやったの二挙やったら来たのほら来たのこれ二挙やったらだから三挙やってほら入ってきたのそしてしょうがないから四挙こうにやったのそういう形にした方がいいかなと思ってるのねやっつけるためじゃないからだから4挙まで連続してちょっとやってみようかなちょっとねやってみましょう。はいどうぞ。自分がまっすぐっていうのはまっすぐっていうのはこう1挙こういうふうにやったんだけど1挙やってねで2挙こういうふうにやったんだけどか彼女が例えば妨害してボワーンとこれやばいんだよこれやばいそうそうこれやばいね、はい、だからここやめてこうやったんだ来たあ来るなって見えたのだから三挙でこういうふうに持ったので三挙で来てガーってやったんだけどこれ見えたのだからやべえってこういうふうに四挙こういうふうにそういうふうにやりたいのよで倒すのは目的じゃないよって言ってたんだけどそういう話だから自分が安定してまっすぐだそれを練習してくださいって言ったのねだからこう一挙でこういうふうに持ってきたんだけど一挙で持ってきたんだけど場所が失敗してああ二挙したらこうああやばいだから三挙入っていやそれでもやばいからこう四挙持ってきたってそういう話にしたかったんだよねちょっと難しいかなねまあ少しずつやってじゃあ15分ですか呼吸やりましょう呼吸こういうねこうでこれもあんまり力をガッてきっかえて出していくんじゃなくて自分のまっすぐ安定してるっていうのはこれ基本だからここでこうあんまり自分が傾いてこうやって横かっていかない自分が自立してるそして手こう
そしてあのなんていうのかな、うん、で遠いとすごい難しい。だから最近言ってるのはこう近くてビール飲むとか耳かくとか頭撫でるとか頭の髪の毛ある人はこうやってやってもいいよねない人はしょうがないけどさそういう話そういう話でね、なるべく近いのね、なるべく近いで自分が安定してる。それでこうこうね、こうってこう、そういう感じ。じゃあやりましょう、どうぞ。